政次郎伝承郷料理、今日はこちらです。じゃがいもですね。新じゃがですね、季節の。あ、はい、これを使ってもうこの新じゃがのうまみを最大限に引き出す、そういうこうじゃがいもの煮っころがしを作ってまいりたいと思いますね。煮っころがし、煮っころがし、これはねもうレシピ通りやっていただけたらどなたでもこのじゃがいもの持ち味を十分引き出したその美味しい煮っころがしができますので、はい、ぜひとも実践してみてください、はい、そしたら早速やってまいります。まずこれ皮むきますね。皮むいて、はい、で水にさらすとこまでいきます、はいはい、でもこれじゃがいもと他何か入れるんですか？じゃがいもをあのお出汁と昆布でこう煮含めるわけですよ。でそこから味入れていくだけの話なんですけどね。へー、実にシンプルなんだけどもこの奥深い深みのある味に仕上がるわけです。でこの剥いたやつを半分にカットしていきますね、はいはい、結構でも半分でも OK ですね。そうですね、あんまり細かく切るとね持ち味がなくなってしまうので、ある程度こう大きめの方がいいのかなと思いますね。なるほど。そしてこれ一回洗います。はい、スナップエンド、はい、これね、あの煮っころがしの彩りとして、はい、添えたいと思いますんで、はいはい、まずねあのこの筋の部分ですね、これシューッと剥いていただいて、はい、で反対側もこれスーッとこのように取りますね。なるほど。で両端をちょっとだけこう揃えるようにもう切ってしまうんですね、はい、切ってしまってください。でこれを湯がいていきます、はい、茹で時間がねこれ結構ポイントなんですよ、はい、塩ちょっと入れてください。ちょっとどれぐらいでしょう、これぐらい、もうちょい、もうちょい、はい、そんなもんですね。はい、こんなもんです。はい、はい、沸騰したお湯にね今塩を入れまして、はい、湯量のだいたい 1.5% ぐらいのね、はい、塩を入れてください。そしてね茹で時間がこれ大事なんですよ、1分、はい、1分ですね。はい、セットしてください。はい、セットできてます。はい、そしたら入れますね。はい、はい、スタートです。お願いします、はい、スタートしました、はい、やっぱりねこれ食感をねシャキシャキ残すのがね大事なんですよね。この場合はあの煮っころがしの最後に、一緒に入れてあの炊き上げますんで、あ、なるほど、まあ、1分で十分ですね。あ、もう一回ちょっと炊くってことですね。そうです、そうです。炊かない場合やったらまあ1分半ぐらいね。あ、それでも30秒煮るだけなんですね。そうです、そうです。で、あの冷水にとるとこの緑がねより鮮やかにこう出るわけですわ。ほら、はい、1分経ちましたんで、はい、これを氷水にあげていきたいと思います。はい、はい、こんな感じですね。あ、綺麗です ね、 でね緑が鮮やかで、はい、はい、これを水気を切って、はい、炊き上がりに一緒に、はい、入れて仕上げてまいります。はい、じゃがいも剥いて半分に切って水にさらして、はい、水気を切ったやつね、これをね炒めていきますね。はい、このじゃがいもの量はね正味で 800g、 800g、はい、で今入れた大白のごま油が 20g ですね。はい、はい、20g 入れて、まあ、サラダ油よりは大白のごま油の方がいい。そうですね、その方がこの料理には合ってますね。あ、でねこの水気を切ったじゃがいもを入れてですよ、はい、これねちょっとねこう炒めるわけですよ。大体3、4分ぐらい。3、4分、うん、結構、はい、結構炒めますね。結構いくんです。周りに若干ちょっとこう焼き色つくかないうぐらいまでいっといてください。ちょっとこう半透明みたいな感じになってきて。そうですね、
でね、まんべんなく周りがね、油が回るような感じで、このようにだいたいこう、焼き色が均等につきましたよね。はい、これを、このだし700に昆布を入れました、はい、で、お酒100ね、はい、これお酒でした、お酒です、お酒100入れます、はい、だし700、お酒100、昆布14ね、はい、で、ここにですよ、もう入れちゃうわけです、あ、もう入れちゃうんですね、そうそうそう、全部入れちゃうね、はい、こうやって入れちゃってで、炊いていくわけですわ。はあ。なるほど。うん。とりあえずここでね、落とし蓋しましょうか。はい。はい。豚です。豚で。ちっちゃいけど。はい。これでね、沸騰するまでちょっとこのままで待ちましょう。はい。はい、沸騰してきましたんで、はい、ちょっとね、この上に浮いてる油をこう、覗いていただいて、で、15分間ね、このまま炊いておいてください。はい、はい、この状態でまず15分、はい、15分セットします。はい、なりましたね、15分なりましたね。はい、そしたらここへお砂糖ね、はい、お砂糖を加えます。いいですか。はい、はい、砂糖、はい、80g ね、はい、はい、そしてさらに10分、はい、10分ですね、はい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 、来ましたね、お砂糖を入れてから、はい、10分経ちましたんで、はい、ここでね、このお昆布、最初に引いてたやつね、あ、はい、これをもう、もう忘れてましたね、そうそうそこに沈んでたら、うん、はい、これ覗かんとはあかんないですね、あ、覗いてからの、そうそう、ほんでここで濃い口醤油ね、はい、入れます。これがね、濃い口が 30g ね、はい、はい、そしてまたこの落とし蓋をしていただいて、はい、あ、またするんですね、そうそう、でこのままね、煮汁が少なくなるまで、煮詰めていくわけです。あ、で最後こう、スナップエンドウの湯がいたやつ入れてこう鍋ゆすりながら仕上げるということになります。じゃあ最後はもうあと何分っていうこともなく、そうそう、この具合で、そうそう、火加減とかによってその詰める、時間が変わってきますので、大体どれぐらいまで減るぐらいまでって、もうほぼなくなる、あ、結構ですよ、そうそうそう、このまま炊いていきますね、はい、はい、あのね、煮汁ですけども、はい、あ、見えなくなってきましたね、そうそう、これくらいの量になるまで、あ、煮詰めてほしいんですよ、あ、結構ですね、うん、で これぐらいになったら、最後にこの先ほど湯がいたこのスナップエンドですね、はい、これをこう入れてですね、で仕上げるという形になりますね、あ、はい、でここでも入れてしまいますね、はい、はい、で入れまして、はい、でね、このままこうちょっとこうゆすりながらですよ、鍋を、あと汁気がね、もうちょっと少なくなるまで、あ、このまま煮詰めたら完成ということになりますね、はい、新じゃがいもの煮っころがしですね、はい、これ盛り付けできましたんで、はい、お取り分けしていきましょうか、はい、はい、そしたらいただきましょうか、はい、はい、いただきます、あ、美味しい。すごくずらいの餅代わりまで出汁が染み込んで、そうだね、すごくね、確かに確かに、いいお味に仕上がってると思います。うん、すごいホクホクして美味しいですね、うん、これうまいこと煮崩れないですね。よく私崩しますけど、あ、そうですか、持った瞬間にパラパラパラってなるぐらいに、うん、でもそれはそれで美味しいですよね。そうですよね。味が染み込んで、ものすごく美味しい。よかったです。ありがとうございます。これはでも
冷めても美味しいんで、お弁当のおかずにもいいですね。しっかり味も染み込んでますし、ね、そうですそうです。今日もでもちょっと煮汁残ってたじゃないですか、うん、あれで冷蔵庫入れといて、でまたあの食べる前にちょっと煮汁加えて温めて、で熱々いただいてもいいですしね。そうですね、はい、うん、ではどうぞまとめてください、はい、え、私ですか。もちろんです。今日のお料理はいかがでしたでしょうか。じゃあ、きっといいなと思っていただけると思うので、いいねボタンで、いいねボタンで、はい、そしてチャンネル登録もお願いします。よろしくお願いします。それでは皆さん、次回の動画でまたお会いいたしましょう。本日はご視聴誠にありがとうございました。ありがとうございました。